はい、続いて、リアのスピーカーになります。これもね、右側最初に外しましたので、左側はちょっとスムーズにいくのかなと。もうちょいカメラこっち振ろうか。カメラがこっち側に、なんかスピーカー見えないとダメなのか。はい、こんな感じで大丈夫かな。よいしょ。はい、ちょっと今ね、カメラのセッティングやりました。で、リアのスピーカーです。で、まずこれ真ん中、これ入ってましたんで、これをポンと上に抜きます。これ簡単に外れます。で、これもただはまってるだけです。ちょっとマイナスドライバーかなんかで隙間を開けないと、はい、よいしょと。よいしょ。はい、これもただ上に。よいしょ。せーの。よっこいしょ。よいしょ。うん。よいしょ。そんなに頑丈に入ってなかったけどな。よいしょ。よいしょ。うん。よっこいしょ。よいしょ。これがない方が、これをひっくり返してやったんだっけかな。よいしょ。よいしょ。せーの。よっこいしょ。よいしょ。ああ、そうか。ドア開けないといけない。はい、これで、簡単に外れました。よっこいしょ。あとはね、ここにネジがあるんで、右側はこの台を、台口そっくり取ったんですけどね、あまり台は取っても意味ないんで、今回は台は取りません。スピーカーだけにします。何ミリだっけな、8ミリだったかな。8ミリ、これか。あ、8ミリですね。よいしょ。はい、これで緩みましたので、あとはプラスドライバーで、プラスドライバー持ってきちゃった。よいしょ。ドライバーあった。はい、これで、スピーカー外れました。あと、配線ね、なるべく配線いっぱい残したいので、どこだ。どこで止まってんだろう。よいしょと。ここは止まってないな。
まあ、ちょっとね、先の方から配線は取りたいと思います。よいしょよいしょよいしょとよいしょ、外側が切れちゃいましたけど、まあ配線ね長く取れましたんで、はい、これで終了です。結構楽しかったですね。元に戻す必要ないんでね、これ今自分で乗ってる車ですとね、元に戻さなくちゃならないんですが、もう解体屋へ出しちゃう車なんでね、思いっきりといろいろやりました。でね、変わったところではね、よいしょ、はい、これなんですけど、後ろのシートベルト、意外にこのシートベルトって結構強いんで、これなんかに使えないかなと思って1個だけね、こっちが、画面映んないんですが、反対側のシートベルトを1個外してみました。なんかに使えないかなと。ただねこれ2箇所これ通ってるんで、これをどうしようかなと、まあサンダーで切るしかないかなと、まあなんかに使えないかなと思って、取ってみました。よっこいしょ、これざーっと元に戻しとこうか。よっこいしょ。あとね、工具、車載工具がどっかにあるはずなんだよね。ここにスペアタイヤが入ってるんで、で車載工具を探してるんですが、車載工具が見つからないので、まあ後でねネットで調べて、あの車載工具のクリップレンチが欲しいんですけどね、意外にクリップレンチってうちないんですよ。で、インパクトがあるんで、まあインパクトでね、うちでタイヤやるときはインパクトでドカドカっとやっちゃいますので、あまりねクリップレンチ必要ないんで、クリップレンチどっかに入ってねえかなーなんてね、どなたかご存知の方あれば、またこれ出すまでにちょっといくんちかあるんで教えてください。まあちょっとざっとね、はい、元に戻しました。こんな感じでね、カーナビとスピーカーを4個、それとまあちょっとお遊びでね、シートベルトを外してみました。一応そんな感じです。ビデオ止めます。